お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイト枯渇デッキ紹介していきたいと思います。で、最近ねウォールブレイカーとゴブリンバレルがこう一緒のデッキに入ってるなんか高回転の枯渇デッキが流行ってたんですけど、それのね、メガナイト入りが生まれましたので、ちょっと紹介していこうかなと思います。高回転でスペルはね雪玉のみで、攻めっていうかね、2種類、そしてメガナイトプラスのコウモリとか、メガナイトプラスのムートでも、攻めれるような形になってます。で、ウルトラレアがなしかなとか思ったんですけど、メガナイトいたっすね。はい。というわけでやっていきます。メガナイト枯渇といえばね、こう、インドラ、スケバレ、ヤリゴブコウモリギャングのテンプレデッキ、もう昔からね、本当にもう、2、3年、3、4年ぐらい多分ずっとね、存在してるデッキもあるんですけども、そのデッキはね、もうここ最近、こう、エレスピだったり、キョスケロイジャイだったり、なんかこう、もう環境にいじめられててね、かわいそうなぐらい、なんかもう辛い環境がね、続いてるんですけど、でもちょっと前はもうエリゴレ環境とかでも戦えないとか、すごいね、かわいそうな環境続いてるんですけど、もうこちらのね、枯渇はもう環境型なので、環境に適した、メガナイト枯渇というわけで、やっていければいいかなと思います。さあ、今回アーチャー雪玉なので、バルーンがちょっと濃いですかね。ナイトアーチャーメガゴー、そうですね。ボムかオリかのバルーン。で、一応これタルぐらい打っておけば、タルババぐらい使ってくれるんじゃねっていう、はい、そうですね。さあ、今回の相手は、タル雪。タル雪は、あんまり嬉しくないですよね、ぶっちゃけ。さあ、これ、守れなさそうに見えるんですけど、守ります。よし。いいね。これで、ウォールブレイカーとゴブリンバレル僕あるので、これ片方はウォールブレイカー、あれか、雪玉、片方はタルババでね、防衛されちゃうってイメージですね。だからコウモリとかに雪玉打たしたらどっちかが刺さったり、今みたいな場面で、こう、ハンターにね、攻め雪玉とか打ってきたら、どっちか通るよねみたいな、今みたいにゴブリンバレルをアーチャーだけで対応されるとかが、個人的に嫌かなと思います。さあ、ここもケツハンターして、逆サイ来てもハンターでバルーン守れるし、みたいな感じでね、ちょっと攻めていけたらいいなと思います。ハンター使いたくないけどな、あんまり使いたくないけどな。というわけで、コウモリぐらいで様子見します。で、これ悩むな。一応バレルぐらい飛ばすか。さあ、ボム。で、タルか。いや。これは通るのか攻め一個も通んなそうだな。さあ、ここはウォールブレイカーで釣りつつ、ディガーネスケで受けていきます。このアーチャーが強いんだな。なるほどね。さあさあさあ、こっからですね。ちょっとダメージ受けちゃってますけど、ムートぐらいから入っていいかな。ケツメガでもいいかな。あれだな。メガゴ嫌だな。メガゴがちょっと僕、勝てないかもしれないですね。お、待って。メガゴ逆行った。あ、なんで帰ってきた。バカバカバカ。帰ってくんな、帰ってくんな。これちょっとハンターでちょっかい出しちゃおうかな。いいね。いいね、いいね。あ、ちょっと良さそう。で、うわー、さあ、ここで相手は攻めてくる。だから僕も攻める。で、これ雪からのハンターが、ほどほどに間に合わねえかな。いや、コウモリでよかったか。いや、一発。耐えて。耐えた。オッケーオッケー。耐えた、でかい。耐えた、でかすぎ。いや、もう一周来そうだな。で、一応ディガー拾う用の助と、ウォールブレイカーで攻めつつね。これ完封するのはね、なかなか不可能に近い気もするけど、気合でいきましょう。よし。で、これ雪使って、爆破も入れない。オッケー！ゴブリンバレル刺さってる。やばこれは、多分、きつい。ついですけども、メガナイトムートの形を作りつつですかね。そう、今そこで多分タルババとか、なんだろうな、いろいろボムとか結構コストを使わせられたっすよね。でも相手も攻めなきゃっていう場面で、やばいな。これ、勝てるのはでも激アツですね。さあ、コウモリ、ウォールブレイカー、バレル、相手はウッドとかザップ使いたい場所が3箇所あるので、どれか生きてくるよねっていう。なんならもうメガナイトムートの形作るだけでも強いですからね。よし。さあ、あとはウォールブレイカーとゴブリンバレルは積極的に、投げて相手にね、スペルとか使わしてって感じかな。
これちょっとこのスケバレ落下ダメージも入れたくないんですよね。よし。まあでもこれスケ出さんと。ふんふんふん。相手はスケバレエリバッバ。ヤナム使ってくれたのはでかい。さあ、これはもういや、ムートぐらいでいいかな。このムートを壊したくないんですよね、本当は。まあでも多分壊れますね。エリババ。エリババ。何これ。まあでもロイホグもいるんですよ。最近なんか、エリババロイホグとかいて、それにスケバレ入ってたかなとか思ってたんですけど、全然違うな、ゴレでした。で、多分この僕のメガネとオールブレイカーの何がきついって、多分ゴレ、エレジャイ、エリゴレ。多分、重量級止まんないと思うんですよね。いや、だからここ、逆サイ攻めちゃいたかったな、正直な話。さあ、あれ踏みたいけどな。踏みつつ、延命したい。オッケーオッケー、タゲ変わって。いいね、いいね。で、これ、ユキ打って、ハンターが残れば、いいね。いいね。お、いい防衛してる。結構いい防衛してる。あ、痛い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 。違う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 。あー、ドラゴン強えんだ、ドラゴンが。いや、この、これちょっと攻めすぎたか、俺。もしかして。まあでも、これは、このスケとハンターぐらいで耐えれるな。よしよし。で、多分後半のことを考えると、あ、これ今、いて、ヤナメ持ってるんで、ちょっと外します。ヤナメ空振ってくんねえかな、これ。たまに、もっと外してよかったな。あ、もう一個、もう一個奥にしてれば、多分外れてましたね。もう、2-1 プランでいきます。多分、これ、あれなんですよね。僕は、1本取っとかないと、勝てないですね。これ、おられると思うんですよ。ゴレだくね、エリババ組まれてさ、守れる。僕、守れる自信ないんですよね。だから、もうほどほどに、OKOK。あと、もう逆サイ900までいってますからね。さあ、からの、これ、クローンとかあんのか、もしかして。いや、どっちに息打つか悩んだな。さあ、クローン打たれる。まあ、ハンター、あ、待って、ちょっとハンターがやばい。ハンターが、ハンターサボるとちょっと怖い。さあ、気持ちね、なんかいろいろ受けつつ、ユキぐらい打っとくか。なんか、このクローンでさ、画面が見えねえんだよな。オッケーオッケーオッケー。いや、これちょっと痛いが、程よく許容。で、ゴブリンバレル攻めて、ムートで、あ、これ終わったんじゃない？やなめか？あ、やなめ打つが、さあ、ムート入って、グッドゲーム。オッケー。ナイス。いや、この、途中のね、もう 2-1 プランに切り替えたところが、ちょっと良かったんじゃないかなと思います。なんかこういうデッキってマジで形組まれたら止められないんですよ。防衛ポイズンとかないし、なんかこうデリバリーで一気に回収するとかもないので、なんかこういうスペルがないデッキですね。まあ中型スペルがないデッキとかは特にもう 2-1 をね、途中で考えるのが大事になってくるかなと思います。さあ、ターンよろしく。もう序盤は攻めまくりですからね。ウォールブレイカー、ゴブリンバレル、小物でこう攻めて攻めて、相手にこう、ね、ユニット出さして、それをね、回収していくっていうイメージ。さあ、トルネ、ディガーですね。ってことは、僕がよく使ってるマジアチャウォールブレイカーとかの可能性はありますね。てかまあ、それしかないんじゃないっていうような気がします。で、まあ、トルネ使ったから定位置に投げて、で、これ多分、僕、マジアチオールブレイカーよく使うんで分かるんですけど、このメガナイトプラスの、あ、待って、スケが今タッチしたのに出ねえかった。掴めてなかったっす。このメガナイトムートの形だけでしんどいと思うんですよ。そう、だから、積極的にメガナイトムートを作れば勝てると思うんだけどな、これ。どうなんだろう。一応トルネウッド相手持ってるから、あとマジアチャか。僕の攻めが通らない気も、まあしないこともないですけど、よいしょ。いけそうな気がする。これ踏みたいな、メガナイトで。どっちか。これ右でいいな。まあ、あの左のマジをちょっと無視してあげて、これ組むだけきついっすけどね。で、多分コウモリを、いや、いいディガーだな。まあ、一回飛ばして、トルネとか使ってくんねえかな。トルネ、あ、これムートが、ムートが入る。いや、でかい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 。いいね。今、早めにコウモリやってても、トルネでただただ回収されてただけだったと思うんですよ。だから、まあ、コウモリ、加えなかったんですけども、まあ、トルネ使ってからのコウモリか、まあ、トルネを使わせるコウモリ。また、逆サイドにウォールブレイカー流したり、ゴブリンバレルとか飛ばしたりして、スペル使わせていきたいですよね。
まあマジアチアがちょっと厄介な感じかな。さあトルネ使う。一応ディガー警戒を出して、まあ、ウッド使ってくれよっていうね。さあ相手はマジアチア、いや結構ゴスト使っていく。なかったのかな、もしかして。でこれはまあ許容しながらの、よし、もう踏んでいい気がすんなこれ。オッケーで、スケで守ってこっちにこう攻めて、両サイボから攻めていきましょうか。あれもうトレネ使わないと守れ、え相手あのコウモリにトレネ使ってない。あしかも待って、これ俺のウォールブレイカー無能すぎた。うわーやばい、ちょっとやったな、ちょっとやっちゃったっすね。うん、さあこれはマジアチャーをトルネでピューイーってしてこない。いやー待っても、痛い、うわー痛い、ちょっと防衛が落ち着いてますね。でトルネ使った、うぅ打った。いやーちょっと待ってよ、渋いぞ。あと600か、600は耐えれます、全然いける。ディガー拾ってぶっ破するだけだもんな。こんにちは、ちょっとやばいか。ユキ、オッケー。これ、端前、マジで来ると思います？いや、来なかったな。一回落ち着いてくるタイプですね。まあ、一回僕もじゃあ落ち着きますか。ウォールブレイカーくらい飛ばして、踏みたいな。いや、この両サイ来てるのちょっと安いよね。よいしょ。さあ、コウモリ。いいね。いや、ワンチャンあるけどな。ワンチャンありそうなんだけどな。ムートが入る。逆サイ攻めてるから、あっちに。おっきおっきそっちが入るか。まあまあまあ。いやー、ちょっとこれ、巡られてほしいよな。逆。よし。いや、めっちゃ耐えてる。いやー、これ、どっちか入ってくんねえか？うん、いや、いいボムだな。いや、処理してる、熱い。いや、これ、はじめマジアチだけ警戒します。いや、来んのかい。来てくれよ、そこは。来てくれよ、ここは。よしよし。いや、まあ、でも、みたいな。これ、ムートも残ってて、からの、このウォールブレイカー、神。で、なんとなく攻め行き。で、ユニットもう一回ぶっぱ。いや、ウォールブレイカーが入る。ムートが、ジャンピーン。危ない。危ねえ。いやもう、こんなのになったらなんで勝ったのかとかわかんないよね。本当に。ぶっちゃけわかんない。たまたまもう粘りがち？粘って。まあ、相手がトルネウッドしかないんですよね。このマジアチャデッキは最近の。そう、トルネウッドしかないので、あとはまあ、端前マジアチャか。ダメージね、受けるのは。まあ、なのでもう、ディガーを抑えて、端前マジアチャだけ警戒して、まあ、最後みたいなカウンターでね。まあ結局ムートがやっぱ活躍してるんですね。今の環境ムートがね、鬼強い。ハンターが流行ってて、ハンターにも刺さるし、なんか、なんだろうな、ディガー、オールブレイカーのディガー系にも刺さるし、みたいなね。とりあえず、ムート使っとけみたいな環境ですよね。さあ、ボム。うわ、すげえ。あれ。まあこれでも、雪玉、いらんかな？はい。撃っときます。いや、これ、雪玉がいいね。これ雪玉じゃなかったら終わってるからな。あ、てか、なんだこれ、あれじゃないですか。最初、動画の最初に当たったバルーンデッキの可能性がありますね。さあ、ウォールブレイカー攻めちゃおう。タルー回ってないな。固めちゃったけど。一発？これ、運良ければ入るんですよね。運悪いですね、じゃあ今日。まあ、で、ゴブリンバレルは定位置でいいんだけど、ずれた。あ、マスケ型の方か。アッチャメガゴじゃなくて、マスケの、タルユキ型ですね。まあ、ボムなことに変わりはないけど、ハンターがやっぱ強いんですよね。無理して出さなくていい気がした。よし。で、これ多分雪玉来たら、僕、折られちゃうんですけど、相手一回来ねえか。この、相手がもう全、めっちゃ攻めたんですよ、今。わかりますかね？アイゴレとバルーンとディガーまでしてて、めっちゃ攻めたんで、僕は、その、ほぼ守ってないんですよ。コウモリでしか守ってないんですよ。だから、相手が攻めた10コス分ぐらい、僕は逆に今攻めで使えてるっていうので、このね、メガナイト分とか、バカ刺さってる。オッケー。あれ？終わったんじゃね？
さあ、ディガーをもう防衛に使っていく。いいね。いや、今のハンター出すかすげえ迷ったな。まあ、ハンター雪玉で、多分、普通に守ろうと思えば守れたんですけど、まあ、相手がやっぱめちゃくちゃ攻めてきたっていうところをうまくね、利用して、カウンターでね、決めてましたね。今の相手別に雪打ってても、逆にタワーまあ僕は折れてるけど、2コストの分防衛で使えてないって考えたら、もうキングね、本当にもう、3桁ぐらいまで行ってたんじゃないかっていう。よし。で、アイゴレを使ったので、コウモリも追加していきたいな。雪も使った。相手でもうめえな。この、浮きがうめえな。さあ、まあまあまあ。で、一応僕は最後右側守りたいと思ったけど、守らなくてもよかったかもしんねえな。あれでもこれなんか守れるんじゃ？あ、守れんか。なんでやね。さあ、ここはもう攻めていきましょう。攻めて、いろいろね、ウッド系を使わして、さあ、ユキか。あー、なんかめっちゃ綺麗に守られんな。全然。いや、ジャンプ？いや、でかい。さあ、タルヒキ多いな、なんか。今日異常っすよね。こんな当たんないっすよ。まあ、ハンターと行き止まれば大丈夫だと思うんだよな。さあ、あれはケツメガでいいっすね。オッケー、ムート警戒してますね、あのアイゴルで。こうなったらもうキング行く必要ないんですけど、まあ、ウォールブレイカーとか投げとくだけで相手はね、あれに対応しないといけないって考えたら、まあ、投げて損はない。これムート壊れる？これちょっと相手の一発強しちゃおう。一発強で、あ、好きだけど抑えられるのあれ、ちげえな、話が。話がちげえ。うわ、待って、一発強しなきゃよかったかも。なんかあるあるじゃないですか。これ、ちょっといいや、みたいな。後悔。後々ね。わ、なんで俺今そんなことしたんやんっていう。さあ、相手もう一回ケツから来たから、僕もケツから行ったんですけど。いや、延命うま。で、ハンター先出しちゃうと、相手がバルーンをどっか変な位置に出してきた時に困りますよね。ハンター？ハンター？あぶね。さあ、これメガナイトでいい気がするんだけどな。こっち側。で、もう鬼攻めて、で、なんか変な位置に出しちゃおう。変な位置に出しちゃったら、意外といいみたいなないかな。で、このちょっといろいろ、アイゴレすごい邪魔なんだよな。アイゴレすごい邪魔なんだよな。いや、よく守ってんな、相手も。相手も守りすぎなんだよな。で、まあ、ハンターと雪玉、あ、雪。雪打っとくか、一応。声声声。あ、ムート入ってる。分かった。いや、さっきからこんな試合ばっかだな。まあでも、ムートがやっぱね、相手は困ってる。しかも、ハンターとコウモリ、もっとコウモリうまく使えたかもっすね。僕なんか、コウモリ、いつも無駄にどっか出してたんで、相手がね、ウォールブレイカーとかバレルに雪玉打ってたから、まあコウモリでバレル守るとかでも、まあいけたと思いますし、結構ね、このトルネウッド、タルユキとかにも勝てるコカスデッキなので、すごいね、おすすめします。ぜひね、ぜひね。使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではおつかいちゃんでした。またね。